に集えて神の御心を示さん。メキューザーフェザー神人剣ハハッハッ空破傷エアースラストエイハッハッハッエイWee!
まないでよね。助けるか。それ受けてみろ。
나다! 嘘でしょ。助けてください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 。
Adios! Oi! ないでよね。無理をするな。
Thank you.
ハッ！
器が知れたな。きっともうすぐだよ。ため息つかないでよ。僕もめいっちゃうよ。試練って考えたやつ陰険だよな。何の意味があるんだろう。僕に聞かないでよ。ここは他のところに比べても明らかに遺跡だよな。そうだロイド、良いところに目をつけたな。が、リフィル先生、遺跡モードだったの。変な名をつけるな。あ、はい。ここは王廟というだけあって過去の王族の墓になっている。だから洞窟を防止するためのトラップがあるのだ。なんか飛び出してきて楽しそうですね。なんかコミカルだよな。針に刺さって楽しいのか。そんなことないです。3人は楽しそうだけど、僕もう早くここ出たいんだけど。まったくだ。
ったな。
い犬ほどよく吠える。続けざまとはな。フレンド、フローだ。ここに集いで神の御心を示さん。キンビンフィザないよ。
見せてみろ。え、どうしたの？いいから。怪我してるじゃないか。さっき転んだ時だろ、こんなに血が出てる。でも痛くないから。え、あ、違うの、あんまり気にならない程度だからってこと。コレット、ちょっといいか。どうしたの突然。たまには二人っきりで話してもしようと思ってさ。ロイド、うん、これホットコーヒー。ありがとう。熱いだろ。熱々だね。それアイスコーヒーなんだ。え、ジーニアスに冷やしてもらった。 あ、そうだよね、冷たいもんね。嘘、本当はホットなんだ。やっぱり。お前いつからだ、何にも感じなくなってるじゃねえか。そんなことない。嘘つけ。さっき転んだ時にはもう感覚がなかったんだろう。それはあんなに血を出してるのに俺が手を握っても平気なんておかしいだろう。バレちゃったんだ。最近お前飯食ってないし。食べてるよ。本当に数えるほどだろう。それに嫌いなものまで食うようになったし。それだけじゃないぞ。お前寝てるか。
寝てるよ。ほら、目も赤くないし。もう俺に嘘つくな。お前、昔から嘘つくときは愛想笑いするんだ。違う。俺はそんなに頼りにならないのか。違うよ。だって、心配かけたくなかったから。何があったんだ？わかんない。わかんないけど、最初におかしくなったのは、火の封印を解放した時だよ。急に何も食べたくなくなったの。食べ物食べても、味がしなくなった。味がしない？無理して食べると戻しちゃうから、あんまり食べないでいたんだけど。いつまで経ってもお腹が空かないの。それって次の封印を解放したら、今度は全然眠くならなくなった。目を閉じてもどうしても眠れなくて、それ以来ずっと寝てない。それでこの封印でとうとう何も感じなくなって。どうして言わなかったんだ。だってきっとこれが天使になるってことなんでしょ。そしたらこれぐらいでうろたえてちゃダメなんだって。これが天使になる。食べなくなって、眠れなくなって、何も感じなくなることが。あ、でも目は良くなったの。すっごく遠くまで見られるようになったし、音もね、小さな音までよく聞こえるよ。聞こえすぎて少し辛いけど。ごめん、今まで俺全然気づかなくて。みんなには言わないでね。どうして？だってせっかく一緒に旅してるんだもん。楽しくしていたいから。だからロイドも気にしないで。バカ野郎。ごめんねロイド、せっかくロイドが私のために泣いてくれてるのに。すごく嬉しくて泣きたいくらいなのに、私涙も出ない。知れたな。
恨まないでよね。潰れちゃえ。ビッグブレイク。お前が苦しんでるのも知らないで天使に近づいているのを大喜びしたりして。ううん、私が天使になればシルバラントが助かるんだもん。
喜んでもらっていいんだよ。だけどさ。大丈夫大丈夫、ロイドが私のこと心配してくれただけで十分だからね。いい方法ねえのかな。お前も苦しまなくて世界も救える方法がさ。暗殺者、またコレットを狙ってきたね。なんでコレットが邪魔になるんだよ。コレットが世界を再生するとみんな幸せになるんじゃねえのかよ。なんかおかしなこと言ってたよね。こちらでは苦しむ人々がいるとか。でも悪い人には見えなかったけど。お前な、自分を殺そうと狙ってきたんだぞ。そうだったねでも本当に優しい目をしてたんだよ。そう言われるとそうだったような。いい加減にしろ、その甘さが命取りになるぞ。分かってるけどさ。知れたな。
魔神剣ソーガ、オーリーソン、よし、ボスという、大丈夫、ありがとう、よし、ボスという、行くわよ、邪魔しない、囚人成功レッパー、行くわよ、ファーストエイド、メッツーだ、クリオス、メッツーだ、ファーストエイド、メッツーだ、大丈夫、ファーストエイド、空発射、まだまだいけるぜ、私には戦う力は残ってないから。ひどい怪我、先生、手当てしてあげて。そうね、でもその前に何があったのか教えてほしい。仲間がいるようだし、これが私たちを油断させる罠じゃないとは言い切れなくて。先生見てくれ通り陰険な女だね。陰険で結構。この街を見てみなよ、何もかもめちゃくちゃだ。攻め込まれたのさ。何？ここから北東に人間牧場ってのがあるの知ってるかい？ここの街の人たちは牧場から逃げ出したやつをかくまった。全員強制的に牧場送りの上、町は破壊されちまったのさ。それじゃあ、あなたの怪我は？なんでもないよ、ちょっとドジっただけさ。うわ、助けてくる。うわ、クララさんだわ。こんなところまで逃げていたのね。落ち着いて、クララさん。コレット、大丈夫？うん、この娘、出血がひどいな。本当だ、先生、こいつを手当てしてやってくれよ。先生、お願いします。わかりました。本当にみんな、おっとりしすぎるんだから。なんで、私を助けたのさ。多分、あんたがあの人を助けたのと同じ理由だよ。ありがとう。虫のいい話かもしれないけど、あんたたちに頼みがある。頼みって？この町の人には萎縮一般の恩義があるんだ。頼む、この町の人を助けてあげてくれよ。そのためならあんたたちと一時休戦して協力してもいい。
わかった。ロイド、本気なの？私は賛成。ゴレットまで。お前らは？構わん。姉さん、ごめん。いい考え方を変えれば、四六時中監視できるってことだし。あんたこそ寝首をかかれないように気をつけないよ。やっぱり怖いの？ああ、また失敗するかもしれないだろう。大丈夫。シーナが失敗しそうになったら、コリンが助けてあげるから。ありがとう。行くなよ、隙ができる。アイアンとかいう連中、何の目的があって町の人を連れてったんだろう。わからねえ。人間牧場に閉じ込めて痛めつけてるってことしか知らねえんだ。何にしたって私は奴らを許せないよ。それは俺だって同じさ。必ず奴らをぶちのめしてやろう。はっ。知れたな。
これなら楽勝だな。レッグザンテン三連撃それレイトラス太陽早い三連撃新人魔神魔神真空
星を数えるといい。すべて数え切るには人生はあまりに短いが。そうですね。そうしてみます。嘆く